第586条1交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずる。2当事者の一方が他の権利とともに金銭の所有権を移転することを約した場合における、その金銭については、売買の代金に関する規定を準用する。お互いに金銭以外の財産権を移転することを交換といい、託成、総務、有償の契約です。2項は、金銭以外の財産権と金銭の所有権を合わせて移転する場合です。この金銭については、売買の代金に関する規定を準用するとされています。ただ、売買の規定は民法559条で交換にも準用されるので、交換は大体売買と同じと思っておけばいいのかなと思います。今回の解説は以上です。お疲れ様でした。